わ、穴開いてる。え、なんで。皆さんこんにちは、お花です。今日はじゃーん、じゃーん、ゾゾタウンの購入品紹介をしていきたいと思います。見て、ここ穴開いてるの。なんかゾゾタウン毎月結構お買い物してるんですけど、今日はプチプラからちょっとお高めのものまで買ったので、そちらを紹介していきたいと思います。ゾゾタウン以外にもちょっと買ったものも何個かあるので、最後紹介していきます。本格的に春が始まりそうなので、まあ、ちょっと寒いんですけど、春物を買いました。いくつかちょっとコーディネートとか紹介できたらなって思います。なので最後まで見てくれると嬉しいです。それでは行ってきます。まず1個目、じゃーん、ボンルシールっていうブランドのカーディガンを買いました。私結構ファッチ系のお洋服が好きなんですけど、そのファッチ系はなんか結構きれいめカジュアル、まあ、カジュアルとかシンプルとか、まあ、プレピーとかいろいろあるんですけど、そのテイストが一つにギュッと詰まったブランドで、プチプラで可愛いブランドです。紺色のカーディガンが欲しくてようやく買いました。赤のコーディネートこういう風に組んでたんですけど、薄手でなんかすごい中にシャツとかハイネックニットとかレイヤードをしても全然太って見えないから、おすすめのカーディガンです。色味こんな感じで、ボタンはこんな感じです。なんかこういう首元に S がついてるお洋服にもぴったりかなって思います。まあ、ネイビーこれ1枚だけ着てもなんかちょっと暗い印象になっちゃうので、こういう明るめの白いのインナーとかをレイヤードしてあげると可愛いかな。こんな風に中にインナーレースとか入れると可愛いです。一気に華やかになる、うん、ちょっと下チノパン履いてるんですけど、なんかチノパンにねネイビーってめっちゃ合うの。だからこういう組み合わせをずっとやってみたくていろいろ探してたんですけど、可愛くない？でこれお値段が1480円で買えます。安いのに合わせやすい、着回し抜群だと思います。次、うわ、次ベストいきます。ベスト2個買ったの。じゃん、チルデニットベストを買いました。ブランドがチルファー、わかんないチルファーみたいな名前です。でお値段が4400円です。なんかニットとかって結構チクチクするんですけど、これ全然チクチクしなくて逆にもちもちしてる生地で、この V ネックが可愛いです。私骨格ストレートなんですけど、骨格ストレートはなんか V ネックがぴったりで、ちょっと着てみるね。じゃん、着てみました。あ、またチノパンなんですけど、こんな感じ、うん、可愛くない？この V ラインがめっちゃ可愛くて、なんだろう、すごいカジュアルにおしゃれ語彙力やっぱりこの V ネックが大きめだからすごいスッキリとして見える印象になるかなって思います。でこれはまあデニムにも合うし、チノパンにも合うし、もうスカートにも合うし、もういろんなものにも合うからおすすめだと思います。ちょっと着てみるね。スカートに合わせてみます。今スカート履いてるんですけどめっちゃ可愛い。こんな感じ、なんだろう、ちょっとプレピーな感じ。スカートに合わせてちょっときれいめに落としてみるのもありだし、まあ、デニムに合わせてカジュアルに着こなすのもいいのかなって思います。次も同じブランドで買いました。じゃん、黒いベストです。サイドリボンニットベスト、お値段3960円です。これはさっきのこの V ネックのチルデニットベストに比べて黒だから、まあ、それこそこの白いシャツにもめっちゃぴったりだし、チノパンにも合うと思います。中のこのレイヤード次第で雰囲気が変わるからめっちゃ楽しいアイテムかなって思います。サイドにねリボンがついてるの。こうやってキュッてくくる感じ、こんな感じでくくってあげて、こんな感じです。白のブラウスとめっちゃ相性ぴったり。このねふわんってしてるこのエアリー感とリボンがいい感じにマッチしてる、可愛くない？サイズがフリーサイズなので、なんかどの身長の方でも着れると思います。次はジャケット。春アウトはねずっとジャケットが欲しかったの。ジャケットが欲しかったからようやく手に入れました。ジムフレックスのブレザーです。お値段が、まあ、これはやっぱりさっきのベストとかカーディガンとかに比べてちょっとお値段が高いんですけど、26,400 円です。なんかブレザーって学生っぽく見えちゃうところはあるかなって思うんですけど、それを私はチェックのスカートを合わせてみたりとか、逆にメガネとかをして、もうそれこそファッチを参考にするかな。色味はネイビーで、ここがね金ボタンになってるの、ほらめっちゃ可愛いの。ここがサイズがフリーサイズかな。ちょっと着てみます。こんな感じです。ちょっとね合わせたいボトムスがあるのでちょっと合わせます。じゃん、今ねサイのねスカートに合わせてみたんですけど、可愛くない？
めっちゃ可愛いんだけど、まあ、ジャケットにシンプルなシャツだけだと硬いイメージになっちゃうので、私はこういうなんかレースのインナーとかを着たりとか、あとねこの間コーデ組んでみたんですけど、こういうベストを中にレイヤードしてその上にジャケットを羽織るのがめっちゃ良かった。可愛くない？まあ、ちょっとこれだけ見たら学生っぽくなっちゃうんですけど、私はそういう時は髪をくくったりとか、一本でもちょっとお姉さんっぽいコーデになるかなって思います。あとメガネとかしたりとか、こういうメガネをかけて、これだけでも一気にコーデが変わるかなって思います。で、中ねストライプになってるの可愛くない？で、袖にもね金ボタンがついてます。可愛いよねかな。こんな感じかな、ブレザーは。あ、違う、もう一個あった。もう一個あります。私めちゃめちゃ赤が好きなの。赤がめっちゃ好きで、カーディガン合わせたりとか赤いロゴのトートバッグ持ったりとかしてるんですけど、ついに私はフレッドペリーの赤い靴下買いました。じゃん、可愛くないこの赤。こないだインスタに投稿したんですけど、デニムのコーデ、それにあの足元赤い靴下を入れたんですけど、とにかくこの靴下を履くだけで一気にコーデが華やかになるし、例えばこの赤靴下を足元に取り入れるんだったら、あのその色を拾って赤いロゴのトートバッグを持ったりとかするとめちゃめちゃいいコーデになります。長いソックス時とかは、まあそうね、なんかパンツとかだとちょっと見えないから、なんかワンピースに合わせてみたりとかするのもめっちゃいいと思います。もうロゴがね可愛くない？めっちゃ画面で見るとすごい真っ赤に見えるんですけど、まあ、肉眼で見るとそうでもなくて、まあ、ちょっと淡い赤って感じと、これからもっと春取り入れていこうかなって思います。ここまでが ZOZO タウンの購入品紹介です。ちょっと2つ紹介したいものがあります。まず1つ目、アーフェイセイのトートバッグ、エコバッグかな、これ多分ショッパーだと思うんですけど、このね青い色味がめっちゃ可愛いの。まあ、青いストライプの柄とちょっとベージュっぽい色味の組み合わせがめっちゃ可愛くて、でここにもうアーフェイセイのロゴがついてます。なんだろう、まあ、普通にエコバッグだから、あの買い物した時に持ってくのもいいんですけど、普通にコーデにもう取り入れてもありなのかなって思って、これショッパーだからお店に行かないと買えないんですけど、メルカリで買いました。で、下にもねロゴがついてて、めっちゃ可愛くない？なんか白ワンピースとかにあの合わせてみたら一気に春らしくなるかなって思うし、シンプルにデニムに合わせたい。デニムに合わせたらめっちゃ可愛いと思う。めっちゃパソコンも入るし、大根入れてもいいかも。お買い物した時大根。ラストいきます。これはみんなにおすすめしたいローファーです。リーガルのシューズ&カンパニーっていうブランドの靴です。このねローファーいいところしかなくて、まず可愛いじゃん、形可愛いし、ここにビットがついてるローファーでめっちゃ可愛くない？でね、すごいなんかリーガルって中が赤なの。中が赤い、これがまためっちゃ可愛い。まあ、ローファーは、まあ、履いちゃったら中は見えないんですけど、まあ、レースアップシューズとか履くとチラって見えるシューズとかもあるので全部おすすめ。次レースアップシューズかブーツ買いたいなって思うんですけど、とりあえずビット付きのローファーを買いました。でリーガルはやっぱりどうしても最初硬いんですけど、履いてくにつれてすごい柔らかくなって自分の足にフィットするんで履いていきたいと思います。ソールが、まあ、このくらいついてて、色味はブラックです。ブラックでここにビットがついてる感じ、すごい光沢のあるローファーでめっちゃ可愛いです。ビットがついてない普通のローファーだとすごい足元が重く見えちゃうから、なんかこのビットがついてることですごいコーデが引き締まって華やかになるから、どんどん取り入れていきたいなって思います。で、私結構赤とかそれこそこういうあのゴールドのアクセサリーとかつけてるので、そういうアイテムにもビビッとくるドンピシャなアイテムなのでめっちゃおすすめです。本当におすすめ。お値段がちょっと高い、まあ、35,200円なんですけど、まあ、一生履いていけるアイテムなので35,000円は安いのかなって思います。シューズ&コーカンパニーってちょっと履いてみます。かわいいな。と、まあ、こんな感じで、ここに、まあ、ビットがついてるので、まあ、ちょっと歩くとチャラチャラ言う。で、これに絶対さっきのフレットペリー合わせたら可愛い。ちょっとやってみる。やばくない？めっちゃ可愛いんだけど。
ブラックとゴールドとこの赤の3点セット最高。うん、赤とめっちゃ相性合う。やっぱりこのチェックのスカートにも相性が合います。こんな感じや。はい、こんな感じで私の最近の購入品紹介でした。もうゾゾタウンではすごいプチプラからお高めのブランドまであるんですけど、回しできる抜群なアイテムがたくさんあるし、もうとにかくこの春コーデにぴったりなこのジャケットがおすすめかなって思います。今回買ったベストとかジャケットの中にレイヤードしてもめっちゃ可愛いくらい着回しがすごいできちゃうアイテムだからすごくおすすめします。さっき紹介したローファーもおすすめ。このローファーってね、私結構系統的にきれいめカジュアルだから、それに何でも合うローファーかなって思うので、ぜひシューズ&カンパニーに、そう、渋谷に店舗があるからちょっと行ってみてください。はい、じゃあそれでは今回の購入品紹介これでおしまいです。最後まで見ていただきありがとうございました。インスタや TikTok やってるので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。お花でした。バイバーイ。